シール。シール入ってんの？いっぱい乳脂入ってたらさ、もう全部ピャーンっていくで。大丈夫？大丈夫？ベロ、ベロ、舐め込むって、舐め込むって。ベロ、ベロ、歯。ベロしてみて。歯入ってる。歯抜けた。年末の出先で歯抜けんの？わー、おめでとう。一本目や。おめでとう。なんかこっちの方がやばい。あ、バジャ抜けてる？バジャ抜けてる。いっぱい抜けてる。あ、そうなの。上の歯。バジャが6本。バラ8本。もうお兄ちゃんや。そして去っていってしまった。はい、というわけで、ハイチ君の歯が無事に抜けましたあれ、なにこれ。なにこの温度差。抜けたな。改めてちょっといいしてよ。おお、もうなんか、はいはい、に向けるチーっぽいのもなくなってるね。で、タイチの抜けた歯、こちらです。どこ行くね、どこ行くね、どこ行くね。はい、こちらです。綺麗に洗って乾かしておりました。これを、タイチくんの希望もあり、なんていうの、入試ケースみたいなに入れたいと。で、まずはお姉ちゃんの小春ちゃんの入試ケースをちょっと見てみましょう。はい、お姉ちゃん、はい、ちょっと見せてよ。はい、表紙がこれはアリエルじゃない？アリエルに激似やけど、人魚姫みたいな。見て、ここに歯歯の妖精みたいなのおる。ちょっと開けてみてよ。いっぱいおる。うん、プリンセスみたいな。歯の様子。いくで。うん。はい。まあ、抜けた位置に入れていくんだね。うん、で、小春さんは、8本。今のところ抜けてますが、はい、皆さんご存知でしょうか。うん、小春ちゃんの記念すべき1本目の入試は、勢いのあまり飲み込んでしまっております。うがいしようと思ったら、喉の方に行ってしまいますね。太一くんは無事に飲み込まず、一本目の入試がある。じゃあ早速、太一くんの入試ケースに入試を入れていきましょう。はい、これが入試ケースでーす。はーい。男の子っぽい。じゃあどうぞ。開けれる？歯なくしたらダメ。シール入ってんの？シール入ってる。あ、そう。あ、なんかいろいろ書いてる。はあ、入れたって抜けたの、ここ。お、早、展開早。何？もう入れたん？入れたん？いいねんけど、いいねんけど、場所どこなん？かかかかか。え、ちょっとこっち見てた。こっちだから、こっち。ここ？うん。こうするんだと思うけどね。うん、こうすると思うけど、穴がないの。うん、なんかすごい、すごいなんか簡易的な蓋やな。よかった。飛んでてもんじゃん。え、あれ、これ抜けると思ってた。これな、こっちやった。抜けへんやん。これ気をつけな。なんで？これ蓋パーンっていったらさ、いっぱい乳脂入ってたらさ、もう全部ピャーンっていくで。どこの歯が全くわからなくなるんで、気をつけな。で、タイチ今グラグラしてる歯とかある？タイ、ここ、その一つ横やんな。グラグラしてる？あと歯医者さんで聞いたら、上も一本グラグラしてるって言ってた。いつぐらい抜ける？あと、もう一回お正月になったら。結構引っ張るな。だって上と下全然グラグラしてないもん。うん、まあまだまだかな。うん、もしかしたら入学式あたり抜けるかもね。うん、いや、じゃあ上の歯はあと明日。明日抜けへん。じゃあこれ、これから君のものだから、うん、な、大切に持っといてな。分かっていいな。え、なくしても知らんで、歯飛んでっても知らんで。絶対飛んでいくわ。
OK? OK? 大丈夫大丈夫唯一の蓋取ってもうてるけど大丈夫か、もう怖いけど。じゃじゃーん。あるなんで絶対ながある。マジック手にありました。というわけで、今回は、太一くんの初めての抜けた歯と、入試ケースをちょっと紹介させてもらいました。はい。まあ、お姉ちゃんの、小春ちゃんの歯も含めて、まあ、小畑兄弟の成長を見守っていただけたら、大変嬉しいです。はい。というわけで、この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。せーの。バイバイ、また見てね、コータチャンネルでした。バイ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 。せやせや、せやせや、せやせや、せやせや。オッケー。